今日も笑顔でこんにちは、古田です。これを聞く前に聞いていただいた、ドライブしながら聞いていただいた音声、ちょっと後から聞き直したんですけど、ちょっと訂正したいところがあったんで、はい、今ちょっとこの場を借りて訂正しますね。ちょっとね、部活の批判みたいな感じにちょっとなっちゃったんですけど、その部活が悪いっていうわけじゃないんですね、決して。自分も、自分の例を言うと、自分も中学2年生の時まではクラブチームにいたんですね。で、中学2年の夏、秋ぐらいから中学校の部活になったんですね。それはいろいろ自己紹介なんかでも話したようなこととかがあって、僕は純粋にサッカーを楽しみたいなっていう、仲間と、学校の友達でもある仲間と、純粋にサッカーを楽しくやりたいなっていう目的でそうしたんですね。なんで本当にそういう意味では、本当そういういい仲間に出会えて、もう大人になってもずっと、つながりのある、かけがえのない仲間ができるっていう意味では本当に素晴らしいと思います、部活は。ただ今回お話ししているのは、そのプロサッカー選手を目指していくっていうことなんで、それを考えた時にはやはり、クラブチームなり J リーグのジュニアユースなりに進んでいった方が、特にこれからの時代は、絶対にいいんじゃないかと思って、前回のようなお話をしました。ちょっとその辺語弊があったら困るんで訂正しておきますね。それと、あとちょっと玉拾いの1年間は無駄な1年間だみたいなことも言ったんですけど、ちょっと無駄とか無意味っていう言葉はあまりいい言葉じゃないですね、後から聞いたけど。人生にはやはり無駄とか無意味な時間っていうのはないんで、実際今そういう状況の人たちもいると思うんで、そういう言い方は良くないですね。どんな状況であれ、そこから学ぶものは少なからずあるんですね。ちゃんと自分の目標なりが、このブログでも最初に立てた目標設定なりがちゃんとしていれば、しっかりした芯を持っていれば、ブレることなくどんな状況下でも必ず打開していけると思うんで、そういう状況下にある人も決して諦めずに、今後もしそういう状況下になったとしても、決して諦めずに打開策を探しながらレベルアップしていってほしいです。その2点を訂正したかったんで、この場を借りて訂正しておきます。で、またこれもね、車を運転しながらなんですけど、では以上です。それでは、笑ってまた明日。古田正宏がお送りしました。